8月6日ですね。8月6日広島に原爆を伝えた日ですね。黙祷っつってね、広島県人はね、多少なりともちょっと意識しちゃう日ですね。青い空は青いままで子供らに伝えたいっつってね。ただまあちょっとどうだ、今日はこのまま小樽に行っちゃったらもう誰もいないんだな、誰もいないんだな。その梢とかにあったりするお話ってのはもう起こせないのかな。なんなら北海大学にも行けないしさ、誰もいないしさ、とりあえず行ってみるか。朝から朝一からだけどさ、とりあえず行ってみるか。小樽運河工芸館にとりあえず行ってみるか。これ夕日の見える公園って今一瞬左の方に見えたけどさ、うん、あれは朝行っても夕日の見える公園なのかな。来てください、ようやく出せたんです、夕焼けの赤が。そう、ようやくが早いな。だいぶ赤い。タラララララ、タラララララ。はい、あなたのおかげです。ガチガ、でも何、ここにあるベネチアングラスは父の残した成分表をもとに昔父の作ったグラスの形を再現しただけのものです。うん、ん、私の作品ではありません。そうだね、私はこの色で、この夕焼けの赤でスズランの花を作ろうと思っています。スズランってそんな色か。スズランの花言葉は幸福が訪れる。ほう、持っていると幸福になれるようなスズランのアクセサリーを私は作りたいのです。はあ、ポンポン話が進みすぎじゃないか。スズラン自体はいつも作ってんだろうね、きっとね。音よ。できました、夕焼けの赤で作った赤いスズランです。あっさり作るじゃないの。でもめっちゃ壊れやすそうだけど、おしゃれだね。スズランの別名は君影草。君影草、愛しい人の面影を映す花です。ほう、私この赤いスズランを店長に見せてきます。ほう、お店に置いてもらえたら素敵ですよね。素敵ですね。これがダメだってなったら悲しすぎるんだが。店長に言われました。悲しすぎるんだが。スズランは赤くないって。そんなこと私だって分かっています。一理ある。でも私はどうしても夕焼けの赤を使いたかった。幸せを呼ぶ花は暖かな赤い色に咲いてほしいんです。でも店長は言いました、もっと分かりやすい商品を作らないと売れないって。仕方ないです、また頑張ります。あ、したかな。なんか顔色も悪いで大丈夫？疲れてない？はい、私大丈夫です。本当か？大丈夫じゃねえじゃねえか。そうですね、大丈夫じゃないじゃん。思ったのはやっぱああいう赤色、まあ、とりあえずまずなんかあのタコとかさ、なんだろうな、カニとかさ、全然おしゃれじゃないかもしれないけどさ、赤い花、何？どうしたの？あら、カオルさんじゃないですか。
私に任せて、一応医者だから。なんでこれ医者なのあなた。あなた医者なの。心臓が悪いみたいな。知らなかった。カバンの中を探してみて。心臓悪い。薬があるはずよ。何を見てんの。時計。あ、心拍見てんのね。ニトログリセリン舌下状ね。いや、これを飲めばとりあえず発作は和らぐ。狭心症じゃん。あとは近くの病院へ。ここなら小樽国際病院が近いわね。小樽国際病院。ちょっとここで待ってて。大丈夫じゃない、さそうだ。この車に彼女を乗せるわ。手伝って。あの、俺の名前知ってるはずですけど。ね、この車二人乗りなの。落ち着いたら電話するから。ジャイアンから。じゃあ素でようか。のび太すまんな。この車は二人乗りなんだ。僕遅刻アザラシです。知ってるはずでしょ。私椎名香織。連絡先がここに書いてある。なんか知らない手になってる。知らない手になってる。それじゃまた。おかしいな。北海大のベンチで、あ、そうだよ、そう。でも挨拶ちゃんとして名前も知ってたはずなんだけどな。おかしいな。そっけない感じだったな。ねえ。しょぼーん。とりあえず何ができる。病院に行けないしね。とりあえず戻るか。たぬき工事あたりに行ってみる。あ、北海学園大学行けるじゃん。北海大学行ってみよう。トン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 。いねえ、誰もいねえ。ニトログリセリン舌下状ね。若いのにそんなことってあんのかね。ある、まあ、ある場合にはあるんでしょうね。でしょうね。あ、なんとなく時間進めちゃった。あ、びっくりした。毎回びっくりしたって言ってる。もしもし。あ、はい、電話かけようと思ってました。運河工芸館のあの子、ターニャのことだけど、うん、一応大事を取って入院させたわ。へ、病名は虚血性心臓病。虚血性心臓病、いわゆる狭心症ね。あ、狭心症か、合ってたわ。激しい運動やストレスによって心筋への血液量が不足してしまう病気よ。うん、軽い病気ではないけど、それほど深刻でもないわ。ほう、よかったよかった。明日あたりお見舞いに行ってあげたら。はい、そうします。小樽国際病院の505号室よ。505、了解です。うん、でも大事に至らなくてよかったわね。俺のこと覚えてないっすか。それじゃ、さよなら。俺のこと覚えてないっすか。だ、覚えてなかった。悲しい、ちょっと悲しい。街ブラして帰る。ブラブラ歩きして帰る。全然これっぽっちも覚えられてなかった。はあ、誰にも会えねえ。一人もいねえ。夕方もう寝よう。帰って寝よう。十分だ、今日は十分、十分歩いたよ俺は。今日はいろんなことがあったな。飯とかどうすんだろう。誰もいねえ。あれ、おや、おかえり。ちょうど食事の用意ができたところだよ。あれ、 おかえりにゃんこが言わないじゃん。にゃーおー。ご飯まだなんだろ。はい。さあ、冷めないうちにお食べ。あれ、こんなんあんだね。帰ってこれたから帰ってきてるけど。ふぅシュールレアリス。今構成をやってるバラエティ。これはなんとなく見た覚えがあるけど。料理の下旬っていうコーナーを作ろうと思ってる。下旬。NG を出した出演者をグルメ奉行の久留米バツ太郎がさばいて
判決が黒だったらまずい料理を食べさせるっていう、まあ一種の罰ゲームなんだけどさ。でもまずいとは限らんよ。その第一回に使おうと思ってるのが、たい焼きはまずいとは限らんよ。たい焼きの刺身、焼きたい焼き、たい焼きになって題して、たい焼きのフルコース。たい焼きの刺身、焼きたい焼き、たい焼き鍋。焼きたい焼きは普通だろう。まあ、まず一番普通そうな焼きたい焼き、焼きたい焼き。これ実際やってみたいね。あ、ご飯で食えと。どうかな、醤油かけたら結構いけると思うですよ。それがまずかったんだったら、たい焼きの刺身にも酷評するような気がするな。お刺身はちゃんとわさび醤油で食べるんだよ。わさび醤油で食べるのはちょっと難しいんじゃないかな。醤油はギリいけるけど、わさびがちょっと厳しい気がする。やっぱりまずさの基本は甘じょっぱいなのかね。甘じょっぱいはむしろうまさの基本では。ご飯と一緒に食べるんだよ。甘いものとご飯っていうの、おはぎだと思えば平気だろ。あ、そうそう、おはぎって英語でなんていうかわかるかい。ライスボール。中飯ぐるりあんっていうのさ。絶対嘘だわ、絶対嘘だわ。まあこれは案外いけるんじゃない。あのほら、あの香川の人とかさ、あのほらあれじゃん、あのお雑煮、お正月のお雑煮のがなんかあの餅、あんころ餅で作るって言うからさ、結構まあ無理ではないんじゃないのって思ったりするんだけど。あ、なんてまずいんだ。あれ、もういいのかい。おかわりもあるけど。何をおかわりすればいいの。ご飯、ご飯だけならおかわりするけど。あなたなかなかいい表情してたよ。おう、この企画いけるかもしれないね。いけねえよ。ご協力に感謝するよ。まあこれぐらいは安いご用よ。はい、移動しまーす。お家でもう寝る体勢に入る。ゆっくりゆっくりします。でも昔ってさ、スマホとかない時代だったらさ、こうやってこういうとこに帰ったってさ、あの寝るとこにいたってさ、何もできなくて辛いよね、昔だったらね。まあほら、まあいい自分の家だったら、まあ、漫画とかあったりテレビとかあったりするかもしれないけど、テレビもねえみたいな、こんな書斎にいたらさ、さすがになんかやることねえってなるよね。およ、はいどうぞ。え、はあ、こんなイベントが、うん、そんなことがあったの。面白いわねその話。ほう、現代の柿右衛門じゃない。何柿右衛門って。それテレビで紹介していい。なんかあの私胸のところの音楽芸館に連絡しておくから、ついてるこの犬があれみたいな。あんたはその女の子の容態だけ気にしてなさい。プシャカモトって、シャカモトみたいに見えるな。ププシャカモトまたエラーしてるっていう、あの日常に出てくる。なんだなんだそのネタは。これガイドブックで喫茶エンゼルスで調べたいんだけど、出てんのかな。ちょっと喫茶エンゼル、あ、あったあった。はあ、小樽駅から出てすぐ左、サンビルプラザのところにあって、でもこの場所は歩いたような気がするな。例えばこういうアイスクリームパーラー、みそのとか、こういうのもあるのかな、今では。いまだにあるのかな、長崎屋とかさ。シタリアに登場するマスター、架空の人物。はあ、あるのかな、まだ。0134の320900。パーラー、みそのとかも出てるね。へえ。あ、夕日の見える公園もある。ちょっと見てみましょう。シナリオの都合上設定された架空のコップ。
ろいろあるっぽいね。あるっぽいですね。いろいろ知れます。ちょっと待って。ちょっと待って。ツイッター女子にありがとう。ちょっと待って。これあれか。稚内とかはないんか。ないっぽいね。ね。あ、小路。札幌、小樽。銭立てって何？シャコタン。室蘭、登別。千歳。富良野、北流、留萌。夕張、尾地広。あ、小路。読めないな。手鹿が。なんて読むこれ。屈斜路湖が。あ、まあ、漢字やがらであれ教えてくんねえな。ルビー打ってくれて教えてくんないわ。全然。上の小池、中島。うん。なんて読むんだろう。手鹿靴。男。ちょっとわからないね。じゃあお風呂入ります。今日お風呂の近い。てねーねーてねー。ふう、いい湯加減だ。今日も一日いろんなことがあったな。お父さんの思い出の夕焼けの色のガラスを使って彼女が作った作品の名前が確か赤いスズラ。赤いスイートピー。え、何その歌。赤いんスイート。あれだ、リズム出てこない。赤いんスイートピー。ダメだな、出てこないな。肝臓、腎臓、心臓。腎臓はちょっとお年を召してませんだからですね。心臓、狭心症な。治る、簡単になる病気でもないよね、うん、生涯付き合っていかなくちゃいけない病気なのかな。ニトログリセリンね、うん、寝るよ、寝ますよ。とりあえず今日はここまでにします。ふう、なかなかまあシナリオ的には急転直下って感じでしたけど、うん、どんな感じになるかな、これから。とりあえず今日ここまで。ほなまた。